ちは、エランドショップです。はい、今日は早速新商品紹介していきたいと思います。商品はこちら。新発売のボットディオカレーですね。3色あります。出しして紹介したいと思います。レシピが入ってます。ケースもマニュアルがあります。500を2つ入ってます。あら、1つで、これが2つですかね。こういう感じ、全部開けて並べてみました。こんな感じですね。はい、たくさん美味しそうな料理が入っているレシピブック、かなり分厚くて、なんか見てるだけでもちょっと楽しくなっちゃうようなレシピブックが入ってます。蒸し料理用の網ですね。こちらが油切り網ですね。油料理の時に油が切れる、ここの部分で置いて油が切れるということだと思います。こちらがセラミックボウルですね。炊いたりとか蒸したりするように、こちらが使えると思います。揚げる時もこちらでいけるんでしょうね。で、真ん中にマックスの目盛りがこちらですね、ついています。ここまでまあ入れられているということですね。それからグリルプレート、焼くときの焼く料理に使います。で、本体ですね、こんな形になっています。もう本当にシンプルで、このつまみ一つだけのボタンに、ボタンというか、だけが操作できるようになっています。なので、すごいシンプルで簡単ですね。で、蓋ですね。特徴的なのはこちらですかね。このつまみが特徴的だと思います。なので、置いても、これ外しが結構簡単だし、こういう感じで置けるので、場所も取らないという形ですね。例えばセラミックボウルを置くとこういう形になって、炊くとかこういう時はこれで完成形でしょうか ね、 そうですね。セラミックボウルの上に、この牛の耳を入れて、これで蒸し料理ができますし、蓋を閉めれば和料理蒸し料理ができるかなということですね。揚げる場合はこれをこのままここに乗っけるとしっかりとはまるので、ここの上に、置くことができるという、これが油切り網がついています。それから焼き料理の時はこちらグリルプレートを置いて、このようにですね、焼くことができると、こういう感じの可愛いになりますね。すごいコンパクトでとっても可愛らしい感じになりますね。ボットディオカレー、3色全部出してみました。こんな感じですね。セラミックボウルで並べた形になります。左からクリームホワイト、レッド、グレーの3色です。はい、今度はグリルプレートに置いたイメージ、3色のイメージですね。蓋も可愛いですし、全部自立しますので、今日は実際に開封して、レコットさんのボットディオキャレですね、紹介させていただきました。これ自体で煮る、焼く、揚げる、蒸す、炊くの5機能ついてますので、これ自体あれば、いろいろな料理が楽しめて、かつコンパクトなので収納もまとまってますし、とてもいい商品だなと思いました。詳細は概要欄見ていただければリンクで飛べるようになってますので、そこから気に入った方は飛んでみてください。今後も、面白い商品やユニークな商品、新商品をどんどん紹介していきますので、よろしければチャンネル登録もお願いいたします。